それでは、一時独立性について解説をしていきます。まず最初にですね、前回までやりました生成する部分空間に関して、その部分空間を生成するベクトルについて、不要なベクトルがあるというお話をしたと思います。まあ、そのことをもう一度ちょっとおさらいしておきましょう。まず R2 というのは、10と01と11で生成されます。 これは、例えば R2 の弦 XY っていうのは、XY の10プラス、YY の01プラス、011というふうに書くことはできるからですね。ところがですね、今この場合、11は常に0の係数は0でいいので、11はいらないということになるわけです。まあ、実際この R2 っていうのは、10と01で生成されていて、11は不要ということになるわけですね。 では、考察として、生成に不要な元とは一体どういう元がじゃあいらないのかということを考えてみましょう、えー。xy は他にですね、x の11プラス y マイナス x の01という書き方で書くこともできます。これ計算してもらうと、x 座標は x で y 座標は x たす y-x で y になりますから、これ確かに xy はこのように書けます。ということは、10がいらないというですね。確かに1001はすごく綺麗な、あの、標準、 えー、基本ベクトルと言われる名前がついているだけあって、えー、すっきりしているので、えー、まあ見るだけでその一時結合のケースがわかるという意味では非常にいいんですけれども、まあ、それ以外でもですね、こういうふうに書くことができるわけですね。えー、同様にですね、えー、10の方で書いて01を捨てるということもできます。結論としてですね、えー、部分ベクトル空間、ベクトル空間を生成するベクトルの集合には、不要なベクトルを含むという場合があるということですね。 では、この生成に不要なベクトルの特徴は何でしょうかどういうベクトルを除去すればいいんでしょうか除けばいいんでしょうかということですね。はい。それではですね、もう一つの例として、このような多項式の場合を考えてみましょう。この V というのはですね、1と X と X 乗と1たす X たす X 乗ということで、この4つの弦で生成されているんですが、この V は実際ですね、これは要するに P2、 r ですね。まあ p、p, あの ,p2k でいいんですけども、p2k ということになりますね。まあ、つまり、1xx 次乗で少なくともこの p2r っていうのは生成されていますから、まあ、これは、ここに入っているわけですね。ですから、と、s と t と s と、こういう関係にあるときには、t の生成するベクトル空間を s と等しいということを、生成するベクトル空間のときにやりましたから、 まあこれは P2R と等しいわけですね。ですから P2R の源っていうのは、実際これは A たす BX たす CX 以上っていう形の2次以下の多項式全体、一般ということになります。で、この多項式はですね、もちろん 1XX 以上を使ってこのように書けますから、まあこれの係数0として十分書けるわけですけれども、ですからこの1たす X たす X 以上は V の生成に不要なので除去可能ということになります。 はい。ということで、また、この考察として、生成に不要な弦の特徴はじゃあ何でしょうかということですね。まあ、1xx 乗はじゃあ除去できないのかというとですね、これも除去できるわけですね。つまり1、1たす x たす x 乗の a 倍と、まあ b、b ひく a 倍の x と c ひく a 倍の x 乗っていうのを取ると、この和はちゃんと a たす bx たす cx 乗になりますし、あるいは x を除去して、1と x 乗と1たす x たす x 乗の あるいは1、1車、セクサ、セ x 上と1と、1と X ですね。で、X 上を除くということもできます。ということで、結局、まあ、この4つのうちどれか1つは除去できると、除くことができるということがわかります。じゃあ、この1つは除ける場合、どの1つも除けるか。今の場合は、どの1つでも良かったわけですけれども、例えば S がこのような集合だった場合考えるとですね、 1>, 1と1たす X と1ひく X の中のどれか一つは、例えば1を除去すれば1、1たす X と1ひく X があれば、えっと、これ足して2で割れば1が作れますから、あいいですね。これでこれ足して2分の1かけるっていうことをやれば1が作れますから、1は除去できる。逆に1たす X を除去しても、1と1ひく X から X を作って1、1たす X ができますから、まあ、作れます。ということで、この3つのうち1つを除いても、残り2つを作る。 2つからその除いてものを作ることができるので、まあ、これはいらないということになるんですね。はい、つまり、えー、まあ、だ x 字は逆に必要なんですね。はい、つまり x 字は除去できないと。まあ、なぜなら x 字って唯一この2時、本当の多項式ですから、この2次の多項式除いてしまったら、このそれ以外の1時間の多項式でどんだけ頑張ってもですね。2次の多項式が作れないですよね。 はい。ということで、除去不可能なものっていうのは、要するに他の弦で作れないと。作れないという表現はなんか中途半端ですけども、まあ、正確に言うと、はい。そうですね。一時結合で書けないと。こういうことですね。一時結合で書けない。ということですね。つまり、他の弦の和とかスカラ場合で作れないも、弦は除去はできませんと。逆に言うと、他の弦で作れるものは除去できると。いうことですね。それは、あの、前にやった先ほども書きました。S と T。 のののの生成すするるつままり S の一一結結合全体ですから一時結合全全体体でからにに入ってていいもが含れればその T は,れは仮に等しくない。とするとこの、S、に含まれていいものを除去するることとできるということになるわけです、す、は、と、い、ということで1たす XX 上は、例えば 1XX 上の和ですから除去可能だし、あるいは1というのは1、X、1たす X 上、クス上と、-1XX、-1X 上でかけるので、1は除去可能だと。 はい、それでは生成に不要なベクトルの例題ということで例題をやってみましょう問題としてですね次の各集合 SP3R ですね3次下の多項式の部分集合 S について S の生成する部分空間が S から何かこの X というのはごめんなさい、えー、と多項式の変数の X とは異なって何か要素という意味ですね 何か要素1個除くと、除いても生成できる。つまり、まあ、除去可能な弦を1つ見つけなさいと。こういうことですね。で、まあ、最大何個除去できますか ?1 個だけ除去できる場合,場合もありますし、個、場合によって2個除去できる場合もあるかもしれません。まあ、とりあえず何個まで除けるだけ除いてみてくださいと。こういう問題ですね。はい、それではちょっと考えてみてください。 はい。それでは解説していきましょう。はい。えー、っと、まず1番ですね。1番は x、x3 2x-x3 乗ですね。という3つの弦なんですけれども、いずれか1つは除去可能です,ですね、えー。例えば、これ、この弦はあ、この2つの弦でもちろん一次結合で書けますから、除去できますが、もちろん x もこれとこれの和の2分の1倍ということでできますから、除去可能なんですね。 はい。X3 乗も同様に除去可能です。ですから、どれか一つは除去可能なんですけれども、どの二つを除いても、まずですね、一個を除いちゃったら、その後もう一個削れるかというと、それは無理ということですね。はい。で、2番ですけれども、2番は、X と X 乗足す X3 乗と X 乗、2X 乗足す 2X3 乗ということですね。はい。この場合はですね、X というのは、これは、あの、除去できないですね。 つまり、この二つは X を含まないので、どう足したり引いたりしても。というか、これそもそもこれがですね、2倍なんですね。つまり、こいつはこいつの2倍、こいつはこいつの2分の1倍という関係にありますから、これは、あの、X は除去できないわけですね。で、ただし、この X 上たす X と 2X 乗上す 2X3 上のうち1個は、他方を2倍もしくは2分の1倍すれば得られますから、除去できますと。もちろん、どっちか1個覗いちゃったら、さらにもう1個覗くと、 もう、あの、違う空間になってしまいますので、これは除去できませんと。3番ですね。3番は0だけ除去できるわけですね。これは、えっと、2x たす x 乗と x-3x 乗っていうのは、これはお互いにお互いを掛き合うことはできませんし、うん、x3 乗は他のどの3つの項にもですね、うん、x3 次式出てこないので、これは絶対除去できない。この2つも、どっちか一方除去できるかというと、できない。 ただし、0はですね、これはあの、0ですから、これあってもなくても一緒なんですね。0何倍しても0ですし、0足しても0なので、何の影響も起こらないので、これそもそも、どんな場合にも、0は、まあ常に、除去できるということになります。はい。ということで、0は除去できるが、どの、それ以外のやつも除去できない。0を除いてしまうと、あとの3つのうち1つも除去できない。ということで、どの2つも除去できないということになります。ですから、除去できるのは0だけということになります。 はい。最後4番ですね。4番はどの1つも除去可能ですと。つまり、この x2 乗たす x3 乗、これ先ほどと同じパターンですけども、この2つのうち1つを除去できます。で、で x なんですけども、今度はこの要素がありますので、この x 足す x2 乗たす x3 乗という弦があるので、これからこれを引くとこれが出てきますから、x を除いてもよろしいと。 で、これとこれから X10 たす X30 を作れますから、これとこれがあれば、これはいらないということで、この両方を除けるんですね、これね。これを除く、これを残しておくと、この2つは除去できるということになりますから、少なくとも、どれか1つは全部除去できるんだけども、さらに言うならば、これとこれは両方除去できますよ。ということで、2つ除去できるわけですね。ただし、これとこれ両方除去しても、それはいいです。大丈夫ですね。これもできます。はい。 ということで、えっと、二つは除去できるんですけど、三つは無理ですね。この三つを除去してしまうと全く違うものになりますし、えー、X とこの二つを除去してしまうと、これも違うものになってしまいますから、ということで、えー、結局ですね、二つは除去可能なんですが、まあ、三つはもう無理ということが、はい、わかります。ということで、えー、まあ、除去ができるという状況が、だいぶ分かってきたら、 かとはい。それではですね。一時従属性の概念について説明します。V をベクトル空間として、S を V の、まあ、有限個の部分集合とします。一応ここで仮の定義としておきますけれども、S が一時従属であるということをですね、S の中のある弦、あるベクトル、Vj がですね、他の Vj 以外のベクトルの一時結合でかけているということですね。この記号の意味は何度もやってますけれども、 S, s から vj を除いた集合。要するに vj 以外の、えー、例えば v1 だとすると v2 から vm ということですね。の一時結合全体に含まれるということは一時結合でかけるということですけども、かけると。これを一時従属と言います。えー、これどれかですね。どれかでいいので、えー、っと、例えば 1x 1たす x x 乗とこういう組だとするとです。こういう組みだとするとですね。 えっと、これは、X 事乗はこれとこれとこれでは書けないけども1、1たす X はこれとこれで書けるので、この組、セットとしては一時従属と。こういうことになります。これが定義ですね。で、V1 から VM が一時従属と。まあ、集合が一時従属と言ってもいいんですけども、まあ、有限集合ですから、列挙して、V1 から VM が一時従属というふうに言うこともあります。もちろん集合ですだから、順序は関係ないので、一時従属性というのは、まあ、もちろん、 順序は無関係ですけれども、はいまあ、数ベクトル空間の場合にちょっと例を挙げておくと、例えば u と v があって、w が u たす v であったとすると。u たす v ということは当然 u と v の一時結合、1倍1倍の和ですから、uv に、uv の生成する分空間に入っているということで、これは uv、w という3つのベクトルのセットは、組は一時従属ですということになります。 同様に多項式、先ほどもやったようにですね、1x2 たす 3x というのは一時従属ということですね。定義として、s が一時従属でないとき、s は一時独立というと。これは今、一時従属の定義が仮だったので、この一時独立の定義は一応仮なんですけれども、後で定式化したときに、A、も同じ定義ですので、一応これはもう定義ですね。一時従属でないということを一時独立であるというふうに言いますということです。 はい。まあ、後で数式を用いた定式化で正式に定義します。まあ、これでも、これも正式の定義なんですけどもね。えー、二つの定義が同一であるということも後でまた見ていきます。はい。で、えー、っと、先ほど言いましたように、一位従属性と一時独立性は、ベクトルの順序には依存しません。えー、順序関係ありません。ということですね。で、えー、S がですね、まあ、無限集合のときはですね、このときもま、定義は可能なんですね。はい。ただし、まあ、あのー、以降ですね、S の S, S が有限集合の場合のの場扱うことにします、S、が無限集合の場合はですねその中のどの有限個の部分集合も全て一時独立であるとき一時独立という,というのがまあ定義なんですけれども一応、えー、と有限個の弦で生成される空間をこれから扱っていくので、まあ、とりあえずあの気にしないでよろしいということにしておきます。<music> はい。それではですね、例題を、例題に行きたいと思います。一時従属性の概念の例題として、えー、この問題ですね。次の R2 または P3R のベクトルの組み、集合は一時従属か、それとも一時独立か答えなさいということですね。はい。それではちょっと考えてみてください。はい。それでは解説をしていきましょう。 まず1番ですけども1番はこれ1122明らかにこれ22は11の2倍11は22の2分の1倍っていう関係ですから1、まあ、例えば11は22で生成される部分空間に含まれるということでこれは一次従属ですということになります。 はい。では2番ですね。2番は、これお互いに1、1は2、3の一時結合。一時結合1個の場合はもちろんスカラ倍っていうだけのことなので、スカラ倍で書けない。お互いにスカラ倍ではない。まあ、平面ベクトルで言うと平行じゃないということですね。まあ、0じゃない平行で、でなくてかつ平行でないということと同値ですけれども、まあ、このようになります。従ってこれは一時独立ですと。で、3番は、1x、1たす x 事乗ということですね。 これは1が何か x の c 倍と d、えっ、ー、と1、1たす x 上の dy でかけているかというところはもちろんかけないですよね。x 乗上がありますから、これ、x 乗を消そうと思ったら d が0でなければいけないし、そうすると c は何倍にしても1にはならないということで、cd はスカラーであるということを考えると、これは絶対できないですよね。 同じように x を他の2つで表したり、1たす x 次乗を表したりですね。どの、どの1つの要素も他の要素の弦の一時結合で書くことはできませんので、これは一時独立ですと。はい、最後4番ですね。4番に関しては、この 3x-2x3 乗はもちろんこれの3倍とこれのマイナス2倍の和と一時結合ですから、これは一時従属であるということが容易にわかります。 はい。で、えっと、まあ、ここでやったことですね。えっと、3番とかこうやったんですけども、ここも、あの、3つ全部調べました。結構これは、あの、3つや,やっちゃやるのは大変ですよね。はい。これはまた、あの、後で、えー、一時従属性、独立性の定式化をすることによって、もう少しスッキリしてきますので、ここでは一応、えー、一時従属、他のベクトルで、あるベクトルは他のベクトルでかけると、一時結合でかけるということを、ちょっと確認し,、えー、したということですね。 はい。それでは、一時独立性の定式化ということでですね、えー、ベクトル空間 V の原 V1 から Vm について、えー、これがあ、これのですね、えー、一時関係式というものを定義します。で一時関係式というのは、この一時結合ですね、一時結合が0となる関係式のことですね。まあ、えー、方程式と言ってみますね、えー、方程式。まあ、V1 から Vm の C 倍の和が0になるという、まあ、方程式としては、えー と、ま、方程式っていうか、まあ、関係式ですね。えー、これをだからあの C1 から CM の方程式と、まあ、見て考えるわけですけども、この関係式、この等式のことを、まあ、一時関係式というふうにここでは呼ぶことにします。あま、一時関係式という用語はですね、教科書にあまり、えー、出てこないので、まあ、あの、一応ここだけの用語としておきますが、まあ、Linear r e l っていうんですかね、リニア e ク r e q u a t i 言いますか、まあえー、一時関係式ということにしておきます。 はい。で、この一時関係式はですね、もちろん当然のことながらですね、この C1 から CM が全て0でありますね。これ当たり前なんですね。0倍の V1 足す、0倍の V2 足す、点々点ゼ0倍の VM は0と、えー。非常に当たり前の関係式なんですけど、この当たり前の関係式のことを自明な、トリビアルな関係式と、一時関係式というふうに呼びます。はい。で、定義ですね。はい、V1 から VM が一時独立であるという定義はですね、一時関係式が自明なものに限ると。 ですから、先ほどこの等式を方程式として見るとという話をしましたけども、まあ、方程式として見ると、これが自明解しかない。つまり、すべてがゼロであるという解しかないと。こういうことですね。この時、この V1 から Vm は一時独立であると。Linearly Independent というですね。Linearly Independent と,というふうに言います。はい。で、 今回はちょっと定式化するにあたって、この一時独立性を先定義したんですけれども、これの否定ですね。一時独立でないとき、一時従属と言うということですね。まあ、前回はその一時従属を先定義したんですけれども、まあ、ここではです、ね、一応一時独立でないというのを一時従属というふうに言いますと。でこれを先ほどの方程式として見たときの言い換えで言うと、このようになるわけですね。 一時従属というのは、この一時関係式を C1 から CM という係数に関する方程式として見た場合、0ではない、非自明な、これ非自明ですね、自明ではない、非自明なんですね。非自明な解を持つというときに一時従属ということですね。はい。ということで、例えば例を挙げてみると、このようなことになります。10と01があると。これは C1 倍の10たす C2 倍の01が00というふうに置くとですね、 これ、左辺は、これ単にこの C1、C2 というベクトルですから、これが00ということは、つまり C1 も C2 も0なので、これは一時独立ですよ、ということになります。同様に多項式の場合に、1xx 乗上っていうのに関しては、a 倍の1たす b 倍の x たす c 倍の x 以上、これ0というのは、つまり、これ、あの、多項式の、まあ、係数比較ですね。多項式が0であるということは、つまり、係数がすべて0ですよ、ということでしたから、これは、 それは何を言っているかといか要するに 1xx 乗上というのが一時独立だと。線形代数的に言うと一時独立だということを言っているわけですね。だから中学校で習ったような、えー、多項式の等価性。二、えー、つの多項式が等しいとか、ある多項式が0であるというのは全ての係数が0ですと言っているのは、この 1xx 乗上が全て、これは一時独立であると。1xx 乗上というベクトルの組が一時独立であるということを言っているわけですね。 はい。で、もう一つ x、1x、1たす x っていうのを考えると、これは、もちろん、こういう組関係式になりたすわけですね。a 倍の1たす、b 倍の x たす、c 倍の1たす x イコールロというのは、1、1、-1 に対して、つまり、1たす、1倍の1たす、1倍の x たす、-1 倍の1たす x イコール0という、こういう関係式になりたしますので、これはつまり1、1、1、-1 という、非自明な、 非自明なな、ごめんなさい、非自明な解を持つということになりますから、これは一時従属と、リニアリーディペンデントというふうに言うわけです。はい、それでは例題。はい、それでは一時独立性の定式化の例題に行ってみましょう。 はい。問題です。次の各三次元数ベクトルが一時独立であるかどうかを判定しなさい。ということですね。一時独立であるか、一時従属であるか、ということを判定しなさい。という問題です。はい。それではちょっと考えてみてください。 はい。それでは解説していきましょう。まず1番ですけども、各、まあ1番、2番、どちらも共通ですけども、各問題について、この PA プラス QB プラス RC イコール0と、PQR はスカラーですね。スカラーの変数とおいて、PQR の連立一時方程式と見て、解いて、で解が000のみであれば一時独立であるということですね。つまり自明な解しかないから一時独立であると。 で、ひじめな解を持っていれば一時受測である。と。まあ、こういう方針でやっていけばいいわけですね。はい、一番ですけども、一番は PA プラス QB プラス RC というの成分を見るとですね、P プラス R、X 成分ですね。それから Y 成分が Q プラス 2R ですね。で、第三成分が P たす R ですね。で、えっと、第一成分と第三成分は同じ式ですので、結局この二つの式ということになります。 で、これを解くとですね、PQR としては12-1、まあ、あの、パラメータ表示できるわけですけれども、まあ、パラメータ表示する必要はないわけで、つまり000以外の解があるかどうかということが今問題ですから、まあ、パラメータ表示ができるということは、つまり、000、えー、以外の解があるということですけれども、ということで、この12-1という非自明な解を持ちますので、えー、一時従属であるということがわかります。 で、2番ですけども、2番ですね。2番も同じようにするんですが、ここでですね、ちょっと視点を変えて、この PA プラス QB プラス RC というこの式ですね。この式をよく見てみましょう。この式は、こういうふうに見えるんですね。A、B、C という3つの数ベクトルを並べて得られる行列と、それから P、Q、R という成分に持つ数ベクトル、3次元数ベクトルとの積であるというふうになると。 ということを前期学んだと思います。ですから、この左辺の式というのは、実はこういうふうに書くことができる。つまり、取りもなさずですね、これは連立一次方程式の係数行列になってるんます。この ABC を並べたこの行列がですね、これがまあ係数行列になっていると。ということになるわけですね。 で、え政、ー、治連立一時方程式、イコールゼロですから、政治連立一時方程式の解を持つかどうかということですから、要するにこれを飛躍階段行列に変形してやったときにどうなるかと。そうするとですね、これ飛躍階段行列にするとこういう形になります。これランク2ですから、ランク2ということは3変数でランク2ですから、これは、えパラメータ表示、えー、非自明な解を持つのですね。はい。 ですなわち、マイナス2、マイナス1、1というような解を持つことが分かります、まあ。数ベクトルで書くとこれは縦になるわけですけども、まあ、今、方程式の解の組みとしてこういう解を持つことが分かります。ということで、一時従属であるということが分かりました。まあ、このようにですね、えー、数ベクトル空間の弦の一時関係式というのは、そのベクトルを順番に並べた列ベクトルを並べた行列を係数行列とする まあ政治連立地方程式を考えているということに他なりませんから、結局、この列ベクトルを並べたものの基本変形して飛躍階段行列にするということで、ランクが落ちていたら、一時従属ということになるわけですね。はい。それでは例題2いきましょう。例題2の問題はこのような問題です。 えっと、S, S というのをですね、V の部分集合として、S の、S は有限集合であるとします。S に関する条件 AB の同値性を示せということですね。はい。つまり、一時従属性の定義が2つ出てきました。最初は、まあ、仮の定義としたわけですけれども、その仮の定義は何だったかというと、S の中のある要素に関して言うと、そいつは、その、X 以外の弦で、一時関係式、一時結合でかけるということですね。 つまり S の,いず,れかのいずれかが他の弦の一時結合で書けるというのを一時従属と言っていたわけですが、これは S のベクトルはひじめの一時関係式を持つ。すなわち、一時従属のまあ後でやった正式な定義ということですね。これと同値だということを示しなさいと。こういう問題です。はい。それではちょっと考えてみてください。証明はこの A と B が同値性ですから、A ならば B と B ならば A と2つに分けて考えてやってみてください。 はい。それでは解説をしていきましょう。まず、えっと、まあ、紙面の都合上ですね。ちょっと S の、要素を一般個数で書くとちょっと大変なので、3つで一応やります。まあ、3つでやってもですね、3つでやってしまえば大体一般の場合も、え、書き方をちょっと変えれば同じ証明になりますので、正式な証明は一応、ちゃんと M 個とかなんか設定してやらないといけないんですけども、これはちょっと場所の都合上、3つの場合でやります。 で、添、えっと、いじつけるとややこしいので UVW としておきます。で、A ならば B ですけれども、まず A という仮定からですね、この UVW のうちですね、どれか一つ、どれか一つを選んでよいので、ここではですね、仮にこの一番最後のこの W をこの X だというふうにしておきます。つまりこの W が他の UV で一時結合で書けましたと仮定します。 でこの時証明すべきことは B なんですけども、この suvw の間には、自明でない一次関係式があるということを示せばいいわけですね。はい。しかしもうそれはですね、もうここにほとんど現れています。この式をちょっと変形するとですね、公式になるんですね。au プラス bv プラスマイナス 1w イコール0と。こっちを移行して、マイナス 1w イコール0と書くとですね、 ま、AB はひょっとしたら両方とも0かもしれないけど、まあゼロ、0、ロかもしれません。まあ、その場合は W が0になるわけですけど、0かもしれませんが、とにかく、AB とマイナス1っていうこの3つの係数は、少なくともここにマイナス1があるので、非自明な関係式ということになります。え、従って B が成り立つということになるわけですね。はい、今度は逆ですね。B から A と。え、B の方は S のベクトルは非自明な位置関係式を持つということですから、 ひじめな関係式を書いてしまいましょうです、ね。つまり、こういう AB、AU プラス BV プラス CW イコールゼロ、ABC は全てがゼロというわけではない。どれか一つは少なくとも一つはゼロではない。と、こういう係数で書けるというふうに仮定します。そうすると、一般性を失わず、これ一般性を失わずという言葉がちょっと2回ほど出てきていますけれども、一般性を失わずというのは後でちょっと説明しますが、まあ、言ってみれば、その、なんていうか、あの、 いろんな場合がある。例えば、先ほどの A から B の時も、X の候補としては UVW、どれでもいいわけですけども、別にどれを取ってもですね、話としては、順序はそんなに明らかに問題ではないわけですので、そういう対称性がある。どれを選んでも、その、一般性を失わないっていう意味で、一般性を失わずという言葉遣いをよくします。で、ここでもですね、ABC の中のどれか一つはゼロではないと言ってるわけですから、一般性を失わず c ロとしてよいと。 これは A のと0でも B のと0でもただ単に順番を入れ替えてやれば話は同じなので C のと0と今仮定しましょう。そうすると W はですね、マイナス C 分の AU、マイナス C 分の BV というふうになります。この式において C が0ですから W について解くことができるんですね。W について解くとこれは何かというと W が U と V の一時,間時間結合でかけていますよということになりますから、 はい。つまり、A が言えましたということになります。以上からですね、この A と B とは同値であるということが証明できました、はい。一応補足として先ほど言いました、この一般性を失わずという用語ですね。えー、まあ条件に対称性があって、明らかに場合分け、ね、X は U の場合、X は V の場合、X は W の場合というのをいちいち場合分けしてもですね、意味がないわけですね。そういう、えっと、場合分けは不必要である場合に、どれか一つの場合だけを取り上げるという時のことを、 まあ、一般性を失わずという言い方をします。まあ、しばしばですね、えー、without loss of generality の略ということで、えー、wlog と略記することもあります。はい。それでは一次独立性の性質ということで、一次結合の一位性の話から説明していきます。まず一番目ですね、この s イコール v1 から vn が一次独立であると。 したときに、V というのをですね、S の弦の S のベクトルたちの一時結合でかけるものとします。そのときに、まあ当然 C1 から Cn という何かスカラーがあってですね、V はシグマ i コール1から N の CiVi という形でもちろんかけるわけですけれども、一時独立なベクトルである場合には、その一時結合でかけるという係数がですね、 ま、一時的に定まると。あこういうことですね。はい。で、えー、そうするとですね、そまあ、意味と、まあ、具体的に、まあ、例えば書くとですね、x, y, z が、あ、一時独立であったとすると、まあ、要するにこの ax プラス by プラス cz っていうのが、a'x プラス b'y プラス c'z とかけていたとすると、まあ、この係数 abc っていうのは a'b'c と等しいと。まあ、これの、まあ、ちょっとま、あ 三つの場合で言うと、こういうことですね。で、えっと、これなんですけども、まあ、これはですね、一時独立性から直ちに出てきます。つまりこ、今この場合ですね、この式の同値であることの移行するとですね、こう移行するとマイナスに持ってきて、で、あの、ベクトル空間の交流を使って、和の順序の交換とか結合法則、分配法則とか使ってやると、まあ、当然こういう形になるわけですね。で、一時独立ですから、 然これは、あの、一時独立性がありますから、この係数が全て0ということになります。すなわち、この結論が得られると。こういうことですね。はい。ということで、まあ、一般に一時独立なベクトルの組があったら、その一時結合は一時的にかけると。いうことですね。つまり、逆に言うと、係数がちょっとでも違っていれば、組として違っていれば、表すものは全て異なるということになる,なるわけですね。 で、例えば多項式の場合なんかは、これはよく知っているように、多項式の高等式っていうのは常に係数比較でできると。係数が違って一つでも違っていれば違うし、係数が全て等しいということは多項式として等しいということですね。まあ、それは取りも直さず、えまあ、ベクトル空間の言葉を使って言い表すと、1xx 以上点点点 x の n 乗っていうのは一時独立だということを言ってるわけです。で、えっと、えっと、sin の nx とかですね。sin x, sin 2x, sin 3 x とか、cos,、えー、0x は1ですけども、1 cos x, cos 2x といったものは、これらは、あのー、まあ、周期性を持つ、周期 2π を持つ関数たちなんですけども、まあ、一般に周期性のあるものっていうのは、これらの関数、これらの sin cos とかで、えー、1、まあ、無限急性実際かけるんですけども、この場合はね、 この場合は無限は、まあ、あの、この場合はあの収束性の議論がき,きちっとあるので無限は取れるんですけれども、一応一時独立性があるので、まあ、一位性がある。ですね。で、今これ、ここに4つほどずっと書きましたけど、これ ABC などいろいろ変えてみると、こういろんな、こういうグラフが4つとこう得られたんですけれども、まあ、これ要するに ABC が全部違っていれば、この、表す波の形は全部違うということになるわけです。 それからまあ、基本ベクトルですね。100010001は一独立だったわけですけども、まあこれはあの座標の一位性ですね。まあ x, y, z というベクトルは、もうこれはあの x, y, z っていうまあスカラー係数ですね。によって、この三つのベクトルの一位結合で書けますので、それがまあ言ってみればその座標の意味になるわけですね。これは後で規定のところで改めて登場します。 はい。ということで、まあ、ある意味座標みたいなものの一位性が出てくると。まあ、これが一位独立性の性質としてのこの一次結合の一位性という話になります。それから次はですね、えー、一位独立性と従属性は順序に無関係で、これは非常にまあ、基本的なことですね。はい。まあ、これはまあ、確認するに留めておきます。 で次は、0単独のベクトルですね。えー、まあ集合なんですけども、1個だけの要素からなる。まあだから1個だけのベクトルですね。は一時従属と。まあ、一時独立とか一時従属という概念は、個々のベクトルに対するものではなくて、ベクトルの組ですね。ベクトルのセットに対して定義される概念ですけれども、まあ、1個だけの場合ですね。1個だけのベクトルである場合は、V が0でなければ一時独立ですし、 単独、0だけの場合はですね。01個の場合は一時従属ということがわかります。まあ、それは要因ですね。1ゼ0イコール0っていうのは、これは、非自明な関係式になるので、言えるわけですね。それから次はですね、一時独立なものがあったとすると、その一時独立な集合、集合、もしくは組ですね、の一部分、部分集合っていうのは、一時独立です。ということですね。 はい。これは、あのー、待遇を取ってみると、もうちょっとはっきりするんですけども、待遇を取るとですね、なんかこう、一時従属な集合を t を、まあ、含んでいると。だから一時従属なものに何かベクトルを追加してもですね、まあそれは一時従属だということになります。これは4の待遇ですね。 でこちらの方は明らかなので、これも簡単に証明しておくと、一時従属ということから、非自明な一時関係質、こういうものがあるわけですね。で、これはですね、よく考えると、まあ、要するに、s というのは t を含むわけですから、これはまあ、s に含まれるけど t に含まれないベクトルっていうのはまああるわけですけども、それらのベクトルの係数が0だと考えれば、まあそういう s の一時関係式を与えていると見ることができます。ということは、これはつまりですね、 あの、S のベクトルの、非自明な一時関係式と見ることができますから、つまり S は一時従属だということができます。はい。ということで、つまり非自明な S の原の一時関係式があるので、S は一時従属ということで、一時従属なものを、いくらベクトルを追加しても一時従属だし、一時独立なものの一部分は一時独立だと。こういうことですね。はい。で、えっと、特にですね、この3番の0単独は一時従属ということからですね、えー、0っ を含むようなベクトルの集合は、まあ自動的に一位従属になりますと。はい。もっと言うと、まあ例えばこうすでにこう100200のように、まあ明らかにもうその2つだけで一位従属というものがあれば、それにあとなんか追加されていっても一位従属と。まあこれはまあ5番をもう一回なんか確認しただけのものですけども。 はい。で、えー、まあ、例えば多項式でも 1, x 1、x、1、たす、x。この中でこの3つで一時従属なんですよね。で、これはこれとこの輪でかけてますから。で、これに x 二乗、x 三乗を足しても、追加しても、足してもっていうか、あの、集合として付け加えても一時従属であるということになります。それでは最後に一時従属、一時独立性の性質3ですね。えー、まあ、これはですね、一番重要な この後また使ってくる性質なんですけども、S と T というまあベクトルの集合があって、まあ、方眼関係はなくてもいいんですけども、S の要素の数は T の要素の数よりも大きいと。それから S は T の一時結、S のベクトルはすべて T の一時結合でかけてますということですね。これね。S が T の生成、T が生成する部分空間に含まれるということは、 もうちょっとわかりやすく言うと、s の弦はすべて t の弦の一時結合でかけているというときには、s は一時従属になりますということですね。はい。これはつまり、n 個のベクトルの一時結合は、n 個より多いものを取ってくると一時従属になると。ね、だから2 1個のベクトルの一時結合でかける。1個の場合は,まあそはスカラ倍ですけども、スカラ倍でかける2個以上のベクトルは一時従属。 2個のベクトルでの一時結合でかける3個以上のベクトルは一時充足と。100個のベクトルでかける100プラス、101個、101個以上のベクトルは一時充足と。こういうことですね。はい。で、えー、証明はですね、ちょっと例題で、例書、例題でやりますけれども、簡単な例として先ほどもちょっと今言いましたように、1個の弦 u でのスカラバイ cu、du っていうのはこれは一時充足です。これはすぐわかりますね。 これはまあ、要するに c、d 倍の cu プラスマイナス c 倍の du イコール0ってことですから、えー、まあ仮に d とマイナス c が両方とも0の時は、これは結局最初からこの2つとも、この2つともこれ0だっていうことですから、まあこれは一時重足ですよね。1個でも0だったら一時重足ですから、一時重足で、まあそうでなければですね、これはあの、非自明な関係式になっていますので、結局この2つのベクトルは一時重属ということになります。 で、例えばまあ、あと、それから平面に平行な3つ以上のベクトル。まあで、平面っていうのはまあ2次元ですから、2次元という2つのベクトルでかけてるわけですから、2つのベクトルでかけてる3つ以上のベクトルは常に一時充足と。あるいは空間は全部3つ、100010001でかけてるわけですから、これの4つ以上のベクトルは特に一時充足というふうなことがまあ分かるわけですね。そういうことをまあ、保証、保証するというかまあ、普通は一時独立性、従属性を調べようと思うと、 なんか一時関係式を作って調べなきゃいけないんですけども、あらかじめそのベクトルたちが何かあの、いくつかのベクトルに一時結合でかけているということが分かっていて、その個数がそのベクトルの個数よりも少ない場合は、一時従属だということが、まあ、分かっちゃうということですね。まあ他にまあ一般にですね、N 次元数ベクトルっていうのは、N 個の基本ベクトルでかけますから、一時結合でかけますから、これは N プラス1個以上の Rn のベクトルは全部一時従属ということですね。で、えー、例えば p2r という 1xx 以上の一時結合でかけるやつの、まあ、4つ以上の多項式は一時従属と。はい。で、えっと、この Rn の m 個のベクトルに一時従属性、m 個は mn より大きいという場合に一時従属性は、これはですね、直接示すこともできます。 これも例題で後でやりますけれども、まあ、簡単に言うと、ランクの、ランクの、えっと、まあ、統合って不統合によって簡単にわかります。まあ、あの、例題行く前に、できればちょっと自分で考えてみてください。はい、それでは例題行ってみましょう。はい、次の各ベクトルの組のうち、一時独立なものを全て選べと。まあ、一時独立かどうかっていう判定はさっきも言いましたけれども、この、 一時関係式を作って、それが自明な関係式しかないのか、非自明な関係式を持つのかということを見るわけですけれども、まあこの問題はですね、あのー、先ほどの G 独立性の性質を使えば、まあちゃちゃっと分かってしまうという問題ですね。なのでちょっとちゃちゃっと分かるかどうか、ちょっと考えてみてください。 はい。それでは解説していきましょう。正解は、この二つ C と E だけですね。はい。つまり他のものは一時従属ということが、まあ、先ほど説明した一時従属性の性質、一時独立性の性質によってわかるというわけです。で、A はもちろんこれ00を含んでいますから、一時従属ということですね。で、B の方は111222っていうのが先頭にこうありますから、これを含んでいればあと311を足そうが何を足そうが一時従属と。 でから C は 1xx 以上点点点っていうのはこれはまあ一時独立だったわけですね。それのまあ一部分、1とか x ないですけど、x3 乗からですけど、x3 乗と x4 乗ってまあ取っても当然これは一時独立というわけですね。で、えー、e の sin2x、sin3x ですけども、これ sin2x は過方公式、倍額の公式と3倍角覚えてる人はこれ全部 sinx かけるでかけるから、これは一時従属だ。 と思った人いるかもしれませんけども、よく考えてみてくださいね。この sin x かけるとかけますけど、かけるやつは2かける c o s x で、sin sin x は s i n x かけるこういう感じになんですね。両方ともこれ関数ですから、これはあの、定数からではないので、これはあの、一時従属ではありません。ね。これは一時独立です。で、これは実際一時独立であるということは、あのー、もうちょっと後でちゃんともう一回やりますけれども、 一応、これはまあ一時独立ということがわかります。で、それに対して DF ですね。DF はどちらもこう、1個の弦 X とか 1X、2個の弦 1X で生成されるそれぞれ2個と3個のベクトルたちですから、これは一時従属ということになります。はい。それでは一時独立性の性質例題にですね、この問題をちょっと考えてみてください。つまり性質7を示せということですね。 性質なというのは何だったかというと、N 個のベクトルでかける N 個より多い、まあ、M 個の、N 個のベクトルに一位結合でかける M 個のベクトルたちは一時従属だということですね。はい。これをちょっと機能法を用いて証明せよということですね。はい。まあ、ちょっと一応考えてみてください。まあ、わ、えっと、わからない人は教科書を、証明を見てください。 機能法を使うとですね、t の位数に関する機能法を用いるということですね。はい。え、それでは解説していきましょう。えっと、性質5よりですね、性質5っていうのは、すでに一時従属なものがであれば、それを含むものはすべて一時従属だということですから、これからですね、s というのが、 の t の弦の数よりプラス1の場合を一応、えー、想定して証明すればいいと。いいですね。だから、例えば t が3個で s が10個だとすると、s が10個のうちの4個を選んで、その段階でもしもそれが一位従属ということを示せれば、えー、s はそれを含みますから、まあ、当然一位従属ということになります。なので、まあ、個数が1個だけ多い場合で示せばいいよということですね。うん、はい。 で、一応、例証としてですね、ちょっと数が多いとですね、ちょっと場所を取りますので、えーまあ、実際には N 個の場合に、えー、仮定して N たす1個の場合を示すということで、えー、いうふうにやります。まあ、実際にはそうなんですけども、ここでは、まあ、T の弦の数が2個で S の弦の数が、まあ、プラス1の3個という仮定します。そうすると、一応ですね、えー、具体的にこの T を U1U2 S, s を v1, v2, v3 としてですね、これの一時結合でかけているときに、v1, v2, v3 が一時従属であるということを示しましょうということになります。で、えっと、一時十足、一時結合でかけているわけですから、こういうふうに、まあ c1, 1 c1, 2と、c2, 1 c2, 2 c3, 1 c3, 2, 2, 2という、まあ、6つのスカラーがあって、こういうふうにかけるわけですね。はい、こういうふうに置いときます。 で、ここでまず最初にですね、C13、12、C22、C32、こっちの方ですね。まあ、これ一般性を失わずって、まあ、ほ入れてもいいんですけども、どっちでもいいんですけど、まあ、とにかくどっちかこの係数が全部ゼロの場合ですね。まあ、その場合は、もう全部 U1 の一時結合、スカラバでかけてるわけですから、それはもう、あの、機能法の過程によってですね、えー、一時従属ということがわかるわけですね。はい。で、えっと、そこでまあ、 まあ、さらに一般性を失わず、これだけ、れどれかはゼロじゃないとしていいわけですから、まあ、これがゼロじゃないとしておきましょう。で、この C32 を使ってですね、えー、C、U2 をですね、C32U2 を使ってですね、えー、消去していきますで。1からですね、えっと、C32 分の C1 にかける3番と、を引いてやります。そうするとですね、この V1 から、 えっと、C32 分の C1 に V3 を引いたものは、この U1 だけになりますから、U1 の一時結合、スカ,、まあ、スカラバイですかど、ね、ね、U1 の一時結合でかける。1個減るわけですね。はい。あの、1個一番最後の,の、この、ここの部分を消去するということで、えっと、ベクトルはその V3 を使ってますから、V1、V2、2, 2, 2あのつ減るんですけども、生成するこの各方のやつも1つ減ってですね、 ま、機能法の仮定が使えるという、まあ、そういう段取りですね。で、同じように2番の方からもこう作ってやると。そうすると、この w1、w2 という新しいベクトルが、まあ、作れるわけですけども、どちらもこれは u1 という1個のベクトルのスカラー倍であると。そうすると、機能法の仮定によってですね、まあ、一般の場合はもちろん、あの、1個少ない場合の仮定によって、え、これは一時従属だということがわかりますので、うん まあ、こういう関係式、ひじめな関係式がありますよ、ということになります。こういう感じですね。はい。で、この4号のところにですね、4号に、えー、この w1w2 を代入して、えー、整理すると、あ、すみません。4号にじゃなくて、4号を、ここに代入するね。ごめんなさい。4号を、ここに代入して整理するとどうなるかというと、 はい。で、あの、D3 っていうのをですね、えっと、ま、代入しますから、要するに、これを、ここへ放り込み、これを、ここへ放り込みますから、まあ D 1 v 1、D1V1 引く、D1 これの V3。D2V2 引く、D2 これ倍の V3。ということで、えっと、V3 の係数がこれなんですね。なので、こういうふうな関係式が成り立つことがわかります。 で、ここでですね、えっと、この D1、D2、D3 なんですけど、まあ、D3 はなんかごちゃごちゃしたもんですけども、えっと、D1、D2 というのは組として、これは00ではないと、いう自明じゃないというわけですから、D1、D2、D3 もこれは自明じゃないわけですね。まあ、対語取ればわかりますように、D1、D2、D3 が全部00だったらですね、D1、D2 は0って、00っていうことですから、それは起こらない。もう D1、D2 はすでに00ではないので、 D3 が0であろう、0でなかろうが、この全体として000ではないので、非自明な一時関係式になっているということで、V1、V2、V3 は一時従属ということがわかります。これで、これはまあ一般にあのやってもらえば証明だ。まあ教科書の方には、これ一般にもちろん書いてありますけれども、わかりやすく2個と3個、2個の場合を機能で帰着させるというふうな説明です。 ししてみました、はい、それでは例題3ですね例題3の問題は Rn の m 個のベクトル m 大なり n が一位従属であることを行列のランクを用いて説明せよ、まあ、先ほど言った問題ですね、はい、これをちょっと考えてみてくださいはいそれでは解説していきましょう、えー、っと m 個の数ベクトルを並べた行列 A を考えます で、この M 個のベクトルたちの一時関係式っていうのは何だったかというと、この A を係数行列とする、A を係数行列とする、まあ、こういう、まあ、連立一次方程式ですね。政治連立一次方程式になっていたわけですね。なので、えっと、今、A のランクが問題になるわけですけども、A のランクは当然、M 行 N 列の場合、M、N の小さい方以下なわけですね。 あの、小さい方を超えることはありません。階段の段数が行数や列数を超えることは絶対にないので、行数または列数の小さい方以下であるという。これは自明なことですね。ところがですね、M が今 N より大きいですから、このミニマム MN というやつはですね、当然これは N なんですね。N です。ですから、ランク A は N 以下なんですけれども、N は M より小ですから、ランク A は M より小になるんですね。 で、ランク A が M より小ということは、えー、M 変数の連立一方程式の係数行列のランクが M より小さいんですから、これは、あの、AC イコール0となる、えー、方程式が非自明な解を持つということを意味します。従って、一時従属であるということはわかります。ですから、R3 の4個のベクトル、5個のベクトル、あるいは R4 の5個のベクトル、6個のベクトル、7個のベクトル、こういうのは、 すべて一時従属ということがわかるんですね。はい。それでは最後にですね、一時独立性の演習をいくつかやって、えー、この、えー、解説を終了することにします。じゃあまあ簡単な数ベクトルの場合から始めて、多項式の場合、関数の場合、もうちょっと説明して終わりにしましょう。はい。問題としてこれは一時独立かというものですね。はい。ではちょっと考えてみてください。 はい。それでは解説していきましょう。もちろんこれは一時関係式、これこれを考えると。PA プラス QB プラス RC ですね。PQR に関する方程式、これこれを考えると。で、これはもちろん ABC、この3つのベクトルを並べた行列と PQR の積ですから、これの方程式、この方程式の解を考えると。 で、この行列 ABC をラージエ A として、えー、飛躍階段行列に変形するとこういうふうになることがわかります。ということはこれはランクが落ちてますから、非自明な階、実際のところマイナス2、マイナス3、1というような階を持ちますので、これは一時従属です。ということですね。はいと。まあ、特にですね、えっと、一時従属というのはもともと何かあるベクトルを他のベクトルに一時結合でかけるという、 ことを一応仮の定義にして,たしてましたけども、実際これもれね、えー、c イコール 2a たす 3b ということですね。マイナス、マイナス 2a たすマイナス 3b たす c イコール0ということは、まあ、c イコール 2a たす 3b ということになっています。はい。ということで、まあ、m 個の数ベクトルは一時独立かどうかっていうのは、こいつのランクが、はい、m であることを確認すればよろしいと。m でなければ一時従属ですと。 ただし、その場合実際関係式を求めると言われば、まあ、飛躍階段行列に変形する必要はありますけども、え、かん、え、独立かどうかっていうことだけを知りたければ、まあ、ランクを求めればよろしいということになります。はい。それでは多項式の問題やって,やってみましょうね。えー、ま、問題としては、こういう3つの多項式、ベクトルが P、P3、P2R のベクトルが、一時独立かどうかということですね。はい。えっ、ー、と、これも解説はしていきましょう。 えっと、えー、p 倍のこれ、q 倍のこれ、r 倍のこれというふうにして、えー、この一時関係式を置きます。で、これはですね、当然多項式イコール0ですから、まぁ、あ、1、x、x 以上、定数項、x の1乗、x の2乗の係数が0というふうに置けばいいので、まあ、整理してやると、係数をまとめると、こういうふうになりますと。ということで、これで p、q、r の連立一時方程式が得られまして、こういう係数行列になりますと。いうことですね。 はい。まあ、ここに111と出てるのはこの111ですね。2-13が2-13で、1-2-1。1, これは覚えるんじゃないですよ。覚えなくて、あの、まあ、そういうふうになってますねという考察をしているだけですけども。ということで、えっと、この係数行列を比較階段にしてやると、これがフルランクになりますので、これは一時独立ですということになります。 はい。多項式もう一個やっておきましょう。まあ、これ当然一時中毒になりそうな問題ですけども、はい。この P に R ですね。これをやってくださいと。はい。これも同じように置いて、はい。係数0と置くと、こういう行列と、まあ、PQR の積ということになります。で、この係数行列を基本変形すると、ランクが落ちていて、はい。 p コール1 q コール1アリコール1という関係式が、あの、係数が、つ係数によって一時関係式、非自明な関係式があるということで、一時従属ということになります。最後に関数の場合ですけども、この s i n x, s i n 2 x, s i n 3 x は一時独立であることを示せと。まあ、先ほどは一応は、まあ、まあ、一時独立っぽいので一時独立だろうということで、まあ、そのままちょっと、あの、誤魔化しましたけども、 ここは正式にですね、この3つの関数が一位独自であると示せと。まあ、これが示せれば、この sin x なしのこの2つも一位独自ですから、まあ、さっきの話はきちっと説明できるわけですけども、まあ、これを示しなさいと。はい。ちょっとやり方考えてみてください。はい。それではですね、えー これはまあ、a sin x たす b sin 2 x たす c sin 3 x イコール0っていうのは、まあ、0っていうのはもちろんこれ関数として0ですね。すべての x に対して0になるような関数として0ということですけども、こういうふうにおいて abc が0であることを示せばよろしいと。はい。まあ、いろいろ方法はあると思いますけども、一つの方法は代入する、特殊値を、まあ、特別な値を代入するということですね。 下手な値を代入すると全然方程式にならないこともありますけども、まあ基本何かあの、サインとかの、サイン X とか 2X とか n x が計算できそうな、あの、π の有利数倍を入れればですね、まあなんか出てきそうだということで、ここでは2分の π、3分の π、4分の π を代入してみました。まあ5分の π とか入れてもまあ求まるかもしれませんけども、5分の π の値を計算するのは大変ですから、はい。ということで、これはまあ、2分の π を入れる。 と sinx sin2x sin3x は1で sin x は0で sin x はででですからこれ a-c イコール0とということで、まあ、3分の π の場合の式、まあ、2倍したものですけど、こういう式で、4分の π の場合は、4分の π、2分の π、4分の 3π ですから、ルート二分の1、1、ルート2分の1ということで、こういう3つの方程式がやられますので、これを解くとですね、これを解くと、a イコール、b イコール、c イコール、0になるということは容易にわかるので、一時独立ということですね。 はい。まあ、多項式の場合もですね、多項式は結局これがゼっていうのはもう関数と思って考えたときに、こイ0、1、-1、例えば代入すると、A、B、C がゼロて出てくるんですけども、まあ、そういうふうにして考えれば、まあ、多項式がロっていうことを関数として捉えて、えー、その、一時独立性を示すことももちろんできます。で、それからまあ、このサインとかの場合ですね、えー、場合もですね、テーラー展開の係数比較を使っても構いません。 はい、テーラー展開のまあ一位性というのは、ね、ありますので、えーまあ、これはあのテーラー展開を使ってももちろんできます。はいまあ、これは多項式によく似ていますけどもね。ということで、これで一属立性の演習の解説を終わります。